った2回、9番ピッチャーの大野。2点を取られた直後のチャンスです。自分のバットで返したいとタイムリーヒット。この回もう1点を加えてすぐに追いつきます。さらに4回、ワンアウト3塁で8番勝田。この当たりで3塁ランナーがホームへ。中日が勝ち越します。最後まで一人で行くと大野、ストレートに力がありました。大野はヒット5本、2点に抑えて完投勝ち。チームは引き分けを挟んで4連勝です。